11月11日の市販指名で石破政権は退陣に追い込まれると思いますか？石破氏に対する責任論がメディアや SNS で加熱する中で、彼の政権運営が揺らぎ、次のリーダーの座が現実味を帯びている現状は見逃せません。党内外の厳しい批判が渦巻く中、石破政権の今後はどのように動くのでしょうか？視聴者の皆様には、石破氏が退陣を余儀なくされるのか、それとも粘り強く政権を維持するのか、その行方を徹底解説していきます。それでは、石破政権が11月11日の市販指名選挙で退陣する可能性について詳しく見ていきましょう。自民党と公明党が過半数を割り込んだことで、日本の政治は大きな揺れ動きを見せています。多くのメディアが石破首相の責任を問う論調を強め、特に市販指名選挙において石破政権が続投できるかどうかは非常に微妙な情勢です。石破氏が首相に就任した当初は、自民党内からも安定感を期待されていましたが、政権運営が進むにつれ、支持基盤の崩れや内閣支持率の低迷が目立つようになり、今や退陣を求める声が少なからず聞かれるようになりました。ここで注目すべきは、石破政権の支持率がなぜ急速に低下したのか、その背景にある要因です。自民党と公明党の連立政権は日本の政治の安定を支えてきた存在でしたが、今時の選挙で議席が過半数を割り込んだことで、その基盤が大きく揺らいでいます。石破氏が首相としての責任を問われるのは単なる議席数の問題にとどまらず、その原因が政権運営の姿勢や政策の方向性にあるという見解が広がっているからです。特に石破氏が進めてきた政策の中には、自民党の伝統的な支持層から批判を受けるものもありました。社会保障の見直しや外交における柔軟な姿勢など、かつての保守的な自民党像とは異なるアプローチが支持層の分断を招いたとの指摘もあります。こうした政策面での違和感が長年自民党を支持してきた有権者の一部に不満を抱かせ、今回の選挙での結果に影響を及ぼしたと分析されています。またメディアや SNS においては、石破氏のリーダーシップに対する疑問の声が高まっています。首相としての決断力に欠ける印象が広がり、党内外からの信頼が徐々に薄れていったことが政権の足元を揺るがせる原因となっているのです。特にこの不信感が一気に高まったのは、石破氏がこれまで政権に対する責任として掲げてきた公約を実現できなかったことが重なったからと言えるでしょう。経済政策や防衛問題に関する具体的な成果が乏しいと感じる層が多く、彼のリーダーシップが議会運営にとって適切かどうか疑念を持たれる結果となりました。さらに新聞各社の論調にも変化が現れています。各紙はこぞって石破首相の責任についてぶれ、その退陣を促すような表現を含んでいます。朝日新聞は選挙結果に基づき首相としての責任を強調し、毎日新聞や読売新聞も同様に政権運営の重責を担う立場として石破氏が辞職を考慮すべきだと示唆しています。このように新聞やインターネットの情報発信が世論を形成する大きな要因となり、特に高齢層を中心に石破政権への批判的な視点が広がっているのです。一方で世論調査によれば、石破首相の続投を望む声も一定数あるとされていますが、その数字には疑念が持たれています。若年層と高齢層で情報収集源が異なるため、 SNS やネットを活用する層は石破氏に厳しい意見を寄せる傾向が強い一方で、従来の新聞を情報源とする高齢者層は一定の支持を示しているとみられています。しかしここで重要なのは、新聞各社もまた石破氏の責任論を唱えている点です。これはこれまで支持率を維持していた高齢者層にも石破政権への不信感が浸透し始めたことを意味します。つまり石破氏の基盤であった支持層が崩れ始めているという危機的な状況が浮き彫りになっているのです。こうした中で行われる市販指名選挙は、石破政権の運命を左右する一大イベントと位置づけられています。通常市販指名選挙では自党の総裁である首相候補に票が投じられるのが慣例ですが、今回の選挙はそれが必ずしも保証されていないと見る向きもあります。特に自民党内では石破氏のリーダーシップに対する不満が積もり積もっており、分裂の危機が現実味を帯びてきています。自民党が一枚岩とならなければ、市販指名選挙で野党勢力が結束し石破氏の退陣につながる可能性も浮上しています。またここ数日、野党勢力内でも戦略的な動きが活発化しているようです。立憲民主党や国民民主党の主要人物が会談を重ねていると報じられており、
この動きが師範指名選挙にどのような影響を与えるのか注目が集まっています。現時点では政策協議が主な内容とされていますが、野党が一致して石破氏の大立候補を支持するというシナリオも考えられなくはありません。もし実現すれば、1993年における細川政権樹立時の状況に似た政権交代劇が再現される可能性が浮上してくるのです。さらに石破氏が11月11日の師範指名選挙に向けてどのように策を講じるのかも興味深い点です。彼はかつて自身が他の首相に対して辞任を促した際の発言が記録されているため、同じ立場に置かれた今、その姿勢が試されています。過去の発言が再び取り沙汰され、石破氏が自らの言葉に対する責任を果たすかどうかが注目されています。また党内の分裂を避けるため、石破氏が自ら退陣を決断するのか、それとも党内からの圧力によって辞任に追い込まれるのかは依然不透明です。石破政権の行方は11月11日の師範指名選挙で決定的なものとなりそうです。自民党内での団結が保たれるのか、それとも分裂が生じ石破氏が退陣を余儀なくされるのかは、今後の日本政治にとって極めて重要な局面と言えるでしょう。次はメディアと世論調査における石破政権への評価と支持率低迷についてです。メディアの報道と世論調査の結果から、石破政権が直面している支持率低迷の背景を見ていくと、興味深い点がいくつも浮かび上がってきます。石破氏が首相に就任して以来、政権運営の在り方について様々な意見が飛び交い、とりわけ SNS や YouTube といったインターネットメディアでは厳しい視線が向けられています。一方、伝統的なメディアである新聞も、かつては一定の支持を示していた層からの批判が徐々に強まっている様子が見受けられます。この両者の意見が合流する形で、石破政権への不信感が一層深まっているのです。まずインターネットメディアに目を向けると、石破政権に対する批判的な意見が目立ちます。特に SNS や動画共有プラットフォームでは、石破氏のリーダーシック不足や政策の曖昧さを指摘する投稿が数多く見られます。これらのプラットフォームは若年層を中心に支持されるメディアであるため、石破政権への厳しい視線がここでの評価に強く反映されています。例えば経済政策や安全保障政策において成果が乏しいとの批判が多く、これが彼の支持率を押し下げる一因となっているのです。しかしこうしたインターネット上での厳しい評価に対して、かつての新聞各社では未だ一定の支持が見られていました。高齢者層が主な購読者である新聞は、若年層の意見が集まる SNS とは異なる情報収集の場として機能していたためです。とはいえ、近年の報道では朝日新聞や毎日新聞が石破政権に対して厳しい論調を強めており、高齢者層に対しても石破政権への批判的な視点が広まりつつあるのが現状です。特に選挙結果に関する責任論が盛んに論じられ、石破氏が政権の舵を取り続けるのは難しいのではないかとする記事が多く見受けられます。このように新聞社も SNS に倣って石破政権に対する批判的な見方を強めていることで、支持基盤が高齢者層においても揺らぎ始めていると言えるでしょう。ここで注目すべきは、世論調査の数字が一見すると石破氏を支持する層が一定数存在することを示しつつも、実態としては異なる可能性が高いという点です。世論調査はしばしば対象年齢や地域、情報収集の手段などにより偏りが生じることがあり、必ずしも実際の国民の声を正確に反映しているとは限りません。特に高齢者層において、石破氏が保守的な政策を取る一方で、若年層にはあまり支持されていないことが影響し、世論調査の結果と現実の支持状況には乖離が生じているのではないかという見方が広がっています。また石破政権に対する支持率が数字上で 30% ほどを保っていることに対しても疑念が寄せられています。これは特定の年齢層や地域に偏った調査対象が影響している可能性があり、実際の支持率はこれよりも低いのではないかと指摘されています。経済政策や外交姿勢など具体的な政策での成果が見られないという批判が主に若年層から上がっている一方、高齢層においても新聞社の影響によって石破政権への信頼が薄れつつあるのです。さらにインターネット上の意見が次第に社会全体に浸透する中で、石破政権への疑念が高齢者層にも影響を与えています。情報の拡散力が強い SNS や YouTube では、
石破氏が掲げる政策に対する評価がリアルタイムで反映されるため、瞬時に拡散された情報が世論の流れを左右する事態が頻繁に起きています。高齢者層も若者層の意見に影響を受け、徐々に石破政権に対する見解が変わっているのが現状です。新聞社の報道もまた SNS と相互に影響し合う形で進展しており、世代間の情報の隔たりが以前よりも小さくなりつつあります。このようにメディアと世論調査から見た石破政権の評価は、年齢層や情報収集手段の違いが影響を与えているものの、全体としては石破政権への信頼が低下傾向にあると言えます。次は高市早苗氏への支持と石破政権退陣をめぐる自民党内の動きについてです。石破政権の行き詰まりが顕著になる中、党内では高市氏を支持する動きが広がりを見せています。石破政権に対する批判が強まる一方で、高市氏には一定の期待が寄せられており、その背景には彼女の明確なビジョンと強いリーダーシップがあると言えるでしょう。高市氏が注目を集めたのは、これまでの総裁選においても自民党内で一定の支持を得ていたことに加え、彼女の政策が党内の保守層に訴求力を持っている点にあります。特に安全保障や経済政策について高市氏は独自の見解を示し、強い信念を持って日本の将来に貢献したいという姿勢を崩さずに来ました。保守的な価値観を重んじ、外交政策でも毅然とした態度を示す彼女は、現政権の政策に不満を抱く層から新しいリーダー候補として期待を集めています。石破政権が揺らぐ今、党内の支持を着実に広げている高市氏の存在が改めて浮き彫りとなっています。また高市氏は総裁選の際に自民党内で票を集め、決選投票までもつれ込むという強い支持基盤を証明しました。総裁選での1度目の投票では、彼女が石破氏を抑えてトップに立ち、決選投票に進んだ経緯があります。この結果は、石破氏が党内において絶対的な支持を持つわけではないことを示すと同時に、石破政権の信頼が完全ではないことを暗に示しているとも言えます。高市氏の強さが発揮されたのはこの総裁選だけでなく、過去においても幾度となく彼女が支持を集め、党内で存在感を発揮してきた点にあります。現在も石破政権に代わる候補としての期待が高まっている背景には、こうした過去の実績があるのです。さらに石破政権に不満を持つ議員たちが石破おろしに加わることで、党内で高市氏支持が加速しています。石破氏が経済政策や政権運営において成果を上げられなかったことに対する失望感が党内に広がり、その不満が高市氏の支持を後押ししている状況です。彼女の政策は明確な国家観と実行力を兼ね備えているとして、石破氏の柔軟で妥協的な政策とは対照的に映っています。特に安全保障に対する高市氏の厳格な姿勢や、日本の経済を内需主導で成長させるという方針は、自民党内で根強い保守派を中心に広く支持されています。また石破氏の政権運営の在り方が不安定であったことも、党内の支持層が高市氏に目を向ける要因となっています。石破氏が首相として掲げた政策が期待に応える形で実現されず、党内の信頼を失っている今、党員からの信頼を得ている高市氏が再び注目を浴びているのです。特に高市氏が打ち出している政策が現行の石破政権下では実現困難と見られている中で、彼女が首相としてこれを実行することへの期待が膨らんでいます。政策の安定と実行力を求める声が党内から強まり、高市氏の支持は今後さらに増加していく可能性が高まっています。さらに高市氏が新党の結成を否定した点も、党内における彼女の信頼を高める一因となっています。石破政権に対する不満が高まる中で、高市氏が自民党内での改革を目指す意向を示したことで、彼女が真の自民党の保守派としての立場を明確にしたのです。党内での分裂を避け、あくまで自民党内からの変革を求める彼女の姿勢は、党内での支持拡大を狙う一手であり、石破氏が支持基盤を失う中での確固たるリーダー像を打ち立てています。石破政権が党内外からの支持を失いつつある中で、高市氏はその逆の道を歩んでいます。最後は石破政権を取り巻く裏金問題や党内分裂の可能性についてです。石破政権が揺れ動く原因の一つとして、裏金問題が根深く影響を及ぼしている状況です。この問題が政権運営における足かせとなり、さらに党内からの支持を失う要因として浮上しているのです。まず今回の裏金問題の背景には、石破政権が強固な支持基盤を保とうとするあまり、各方面に対する財政支援を優先した結果があるとされています。
これまでの選挙活動において、石破氏は地方組織や中堅幹部への資金的な支援を重視し、彼らを取り込むことで政権を維持しようとする姿勢を見せていました。しかし、この方針は一部の党員や有権者の間で政治の信頼を損なうとの批判を招き、裏金の存在が暴かれたことで、その支持基盤が揺らいでいます。多くの有権者や党内の議員が、このような資金提供が透明性を欠く行為だと受け止め、石破政権に対する信頼が損なわれつつあるのです。さらに、石破氏が過去に解任した萩生田氏や世耕氏に再度接近し、支持を取り付けようとしていることも話題を呼んでいます。かつての政敵と手を組む姿勢には、党内でも賛否が分かれており、短期的な首班指名選挙での支持確保を目的とした一時的な行動に過ぎないと見る向きもあります。石破氏が過去に一度切った人物にすり寄る行動は、彼のプライドや一貫性を疑わせるものとして捉えられ、一部からは自滅行為との声も上がっています。こうした動きは長期的には、彼の立場をますます厳しいものにする可能性があるでしょう。このようにして、石破氏が失った信頼を回復しようとする裏金問題をめぐる対応が、結果的に党内の分裂を招く結果につながっています。党内には、石破氏を首相の座から引きずり下ろすべきという勢力も少なくなく、彼らが表立って行動を起こすのも時間の問題とされています。党内の一部では、高市氏をはじめとする新たなリーダーの登場を期待する声が高まり、石破下ろしが着実に進行していることを感じさせる状況です。特に、石破氏が首班指名選挙に向けて焦りを見せる中で、自民党の伝統的な保守層からの反発も強まっています。石破氏が言ってきた裏金を通じた支持取り付けの試みは、保守派の価値観から見れば党の品位を損なう行動と移り、彼らの心象を悪くする結果となっています。保守層は政権の清廉性を重視する傾向があるため、このような裏金問題は彼らの期待に反するものであり、石破氏が続投することへの反対意見をさらに強めています。加えて、石破氏が主導してきた2000万円問題が世論の厳しい批判を浴びていることも、彼の政権に対する不信感を助長しています。政権中枢にいる人物が、このような問題に関与しているとの見方が広がり、石破氏自身のリーダーシップに疑念が投げかけられています。この問題は、党内での分裂に拍車をかけるものであり、特に若手議員を中心に石破氏の続投に反対する声が目立っています。若手議員たちは、党の将来を見据え、裏金問題や不正な資金のやり取りに対して批判的な姿勢を示しており、石破氏の続投が党のイメージに悪影響を及ぼすと考えているのです。このように、裏金問題や不正行為が自民党内の分裂を誘発し、特に保守層や若手議員の間で不満が高まっています。今回、石破政権が抱える首班指名選挙での退陣危機について、あらゆる視点から見てきました。石破氏が首相に就任してからの政権運営は、当初期待された安定感を徐々に失い、党内外からの厳しい意見が増える中で、ついに11月11日の首班指名が決定的な試金石として迫っています。彼に対する支持が薄れていった理由、責任論が浮上する背景、そして党内で高まる石破下ろしの動きを考えると、政権維持が厳しい状況に追い込まれているのは否めません。ですが、皆様の意見はどうでしょうか。石破政権に対して続投を望む方や、逆に即時退陣を求める声、さらには新しいリーダー像を期待する意見まで、様々な視点があると思います。例えば、高市早苗氏のように新しいビジョンを掲げる候補が、次期リーダーとしての信頼を勝ち取るべきだとお考えの方も多いかもしれませんし、現状のリーダーシップを踏まえ、やはり政権交代が必要だと感じる方もいるでしょう。私の個人的な見解としても、石破氏が現在の状況を打開できる可能性は極めて低いように思えます。自民党の伝統的な保守層の信頼を徐々に失い、さらには若手議員やネット世論の支持も得られていない今、政権を取り巻く厳しい状況を克服するためには、より新しいアプローチが必要ではないでしょうか。石破氏がこの状況を乗り切るために、何らかの驚くべき戦略を見せる可能性はありますが、果たしてそれが実現可能かどうかは不透明です。視聴者の皆様にとって、この政権危機についてはどのような意見をお持ちでしょうか。石破政権の今後について、党内外の対立がどのように展開するかについても気になるところです。どうぞ、コメント欄に皆様のご意見をお寄せください。石破政権に対する続投への支持か、それとも次期リーダーへの期待か、皆様の考えが集まることで、より多角的な視点で政権の行方を見通すヒントが見えてくるかもしれません。ぜひ。
チャンネル登録と高評価も忘れなくお願いします。